私祖父が陸上自衛官でして、で陸上自衛官の祖父の話を聞くうちにちょっと自衛隊いいなというか興味を持ちまして、駐屯地裁っていういわゆるオープンベースですね、でそれに行くようになって、で実際にそのオープンベースで出会った自衛官の方たちがすごい親切で、そういったその自衛官の姿を見てちょっと憧れて入隊しました。私はもともと大学でデザインとか美術 PR の勉強していたので、将来は自衛官になって広報活動をしたいっていう、まあ、PR の活動をしたいですっていう風に面接で伝えました。本当にもう様々な方がいて、私みたいに大学を卒業して入隊してくる人もいれば、高校卒業してすぐ入隊してくる子もいれば、外の世界で社会人やってて、で転職して自衛官になる方とか、本当に様々な、私もともとすごいマイペースな性格で、あまり集団生活とかもしてきたことがなかったんですよね。自衛隊ってやっぱり集団生活が、まあ、ついてくるものなんですけど、それに慣れるまでにちょっと時間がかかりましたね。でもやっぱり教官とか同期とかがいるので、みんなで一緒に頑張るというか、私も全然本当にできなかったんですけど、運動とかがみんなで頑張るうちにだんだんできるようになっていったりとか、それから教官がすごい丁寧に教えてくれたので、僕のイメージだと教官が厳しいっていう。教官はめちゃくちゃ厳しいです。やっぱり厳しいけど、でもそれはその怒りたくて怒ってるんじゃなくて、自分たちをその、まあ、立派な自衛官にするために怒ってくれてたので、こう今となってはいい思い出ですね。なんか結構当たり前のことなんですけど、例えば時間をちゃんと守るとか、それから家事、洗濯とか掃除とかお裁縫とか私全然できなかったんですけど、それが当たり前にできるようになったっていうのは結構自分の中では大きな進歩でした。私は本当にできなかったので、それができるようになっただけでも良かったなって思います。結構その嬉しかったことで言うと何ですかね。そうですね、嬉しかったことは仕事してる時に子供に手を振ってもらえたことですかね。そのマイペースで自分のためにしか生きてこなかったので、こう誰かに感謝されたりとか応援されたりすることが本当になかったので、その時はすごく感動しましたね。私は本当はその定年まで働きたいなと思ってたんですけど、ちょっと特殊な病気、大腿骨頭壊死症っていう、まあ、ちょっと珍しい病気にかかってしまって、まあ、多分この病気だと承認はできないだろうなっていうのを言われたので、じゃあと思って、自衛隊の制度としてですね、3層以上にならないと途中で任期満了として退職しないといけないんですね。定年まで働けないっていうシステムになってるんですね。怪我した状態だとやっぱり部隊の方とかにも迷惑がかかっちゃうので、これ以上承認もできないのにずっといるのも嫌だなと思って、それだったらもう新しいことをしてしまおうと思って、はい、退職しました。今やってるのは、モデルとか、それから女優もさせていただいてますし、オフィシャルで自衛隊の広報活動のお手伝いもさせていただいてます。一応自分の根本的なところで、まあ、自衛隊が好きっていう思いがあって、自衛隊が好き、自衛隊を応援したいっていう思いがあって、こう自分のその芸能活動が自衛隊の広報というか知ってもらう手段になればいいかなと思って始めたんですね。結構コスプレっていうとどうですか。結構まあ昔から好きだったんですかね。そうですね、コスプレは自衛隊に入隊する前から、まあ、趣味でやってたんですが、今でもたしなんでます。これ結構コスプレっていうよりは本物みたいな感じです。ありがとうございます。嬉しいです。結構ファンの方ってもうそういうのがやっぱり好きな方。そうですね、ミリタリーが好きな方もいれば、それから、まあ、アイドルが好きな方もいますし、模型とかプラモデルが好きな方もいらっしゃいますし、結構様々ですね。でも何かしらこう好きなものがあるっていう方がファンになってくれる場合が多いですね。すごいありがたいことに、前にいた舞台の先輩とかがすごい応援してくださって私がテレビとか雑誌とかに出ると見たよって言ってくれたりとか、こうそういった面で恩返しできていたらいいなとは思います。やっぱり自衛隊のイメージをもうちょっと柔らかくしたいというか、まだまだこう敷居が高いもののように扱われているような気がするので、もっと身近な存在なんだよっていうことを、なんだろう、知っていただけたらいいなって思います。
こうなったらいいなって思うのはやっぱり女性自衛官が増えてほしいなって。現在だとあの戦闘機のパイロットの方で女性の方が出てきたりとか、女性自衛官の活躍の場が広がってきてるので、これからもっと可能性があるんじゃないかなとは思ってます。でもどうしてもきついとか怖いイメージが強いので、まあ、私みたいにこう運動も全然できなかった普通の大学生が入っても大丈夫だよっていうのは伝えたいですね。こういう人間もいるよっていうのは伝えたいです。